こんにちは、メルルーサ丸岡です。今日はですね、ちょっと面白い iPad キーボードを試していきたいんですけれども、はい、こちらですね、モキボのフュージョンキーボードというものです。 iPad 用のキーボードケースタイプとユニバーサルモデルといって何にでも使えるタイプの2種類があるんですが、なんとこのフュージョンキーボードはキートップ上がそのままトラックパッドになるんですよ。そんなことがあるのかっていう話じゃないですか。少し前にクラファンをやっていて、その時のレビュー動画で見て以来かなり気になっていたんですけど、今回代理店さんから提供という形で試させていただくことになりました。今日はですね、実際にこちらを開封して使ってみようと思います。率直な使用感だったりメリットデメリットをお伝えできればなと思いますので、よければ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。はい、ということでこちらがモキボのフュージョンキーボードですね。はい、早速中身を見てみましょう。この中にさらに外箱が入ってるんですね。これはもう完全に梱包用の段ボールですかね。もうタッチパッドって書いてありますね。こういうことですね。キートップ上がトラックパッドになるという、そういうキーボードです。今回 12.9 インチを送ってもらったんですけど、もちろん11インチ用とか iPad Air に使えるモデルもあります。Apple 製品を買った時みたいな感じの紙のシートが入ってますね。梱包にプラスチックがないのも環境に配慮してるっていう感じですかね。はい、ということでこちらがフュージョンキーボード本体ですね。充電ケーブルとかは特に付属していない感じで、本体のみが入っていました。本体の質感はマットなゴム地という感じで、Apple純正のマジックキーボードと似たような質感ですね。マジックキーボードが若干グレーなのに対して、モキボのキーボードはね、本当にブラックっていう感じです。中を開けていくと、こちらが iPad 背面側ですね。マグネットで装着するタイプです。そしてキーボードという感じです。こんな感じでキーボードのみがついているんですが、この上がトラックパッドになるという、そういうキーボードですね。未だに信じられない、ここがトラックパッドになるんですよね。はい、キー配列はこんな感じになっています。よくある US キーボードのコンパクト版という感じですかね。コンパクト版とはいえ 12.9 インチサイズなので、全然普通のキーボードみたいなところですよね。詳しく見たい方は一時停止をしてご覧ください。で、スペースキーの間に赤いボタンがありますが、これがね、クリックボタンらしいです。キートップをね、ポンとタップしてあげることでクリックにもなるんですけれども、より確実なクリックができる物理式のクリックボタンがついているっていうところですね。 iPad 用のキーボードケースではあるんですけど、この部分ですね、 iPad だとコマンドになる部分が Windows キーになっていたり、あとはね、 Bluetooth1,2,3 ということで3台までのマルチペアリングが可能なんですね。なのでケースとしては iPad にぴったりと合わせてあるんですけど、キーボード自体は他のデバイスでも使えるような仕様になっています。バッテリーが内蔵していて、充電は Type-C ケーブルで行うという感じですね。バッテリー内蔵の割にはかなり軽い気がする。ちょっとね、 MacBook でスペックを確認しているんですけれども、 12.9 インチ用が 650g ですね。で、11インチ用が 490g とのことです。結構軽いんじゃないですかね。ちなみに 12.9 インチ用のマジックキーボードが 712g なので、マジックキーボードよりも軽量ですね。この手のキーボードって純正よりも重くなりがちなんですけど、そこはね、クリアしてきていますね。すごい。ではでは iPad を取り付けてみましょう。取り付け方法はホリオタイプのね、ケースとかマジックキーボードと同じくマグネットでピタッと取り付けるだけで非常に簡単ですね。マジックキーボードと違うのは、スタンドにする関係でね、ここにフォリオタイプの折り込みがあるので、こんな感じで揺さぶってしまうと、この先端から剥がれてきて落ちてくるので要注意です。まあでも普通に使っていて不便に感じることはないんじゃないかなといった磁力ですね。でですね、かなり嬉しいのがここですよね。 Apple Pencil フォルダーが付いてるんですね。 Apple Pencil をカバーした状態で持ち運ぶことができるので、いや、これはありがたいですね。で、スタンドさせてあげるときはペンシルカバー背面のこのマグネットにつけてあげて、キーボードを置いて、この溝に引っ掛ける感じになるのかなと思います。はい、こんな感じですね。この溝部分もマグネットになっているっぽくてですね、ただただはめ込むだけではなくて、こんな感じでガチッとはまる感覚があります。角度は2種類ですね。マジックキーボードのように無段階ではなくて、これが1つ目で、ここに折り込みがあるんですけれども、もう1段剥がしてあげて、この角度ですね。まあ、基本的には1段階目で使うことが多いんじゃないかなというところですね。Apple Pencilで筆記したい場合は寝かせてあげる方がいいのかなっていう感じですね。あ、結構頑丈に書くことができます。確かに持った感じはもちろんね、重さはかなりあります。 12.9 インチということもあって、なかなかずっしりくるんですけども、マジックキーボードに比べたら確かに持ち運びやすいなという感じですね。キーボードがトラックパッドになるっていう発想もさながらですけども、ケースとしての完成度も結構高いですね。ちなみに設置面積ですね、フットプリントですが、この第1形態で約 2.5
24センチ、第二形態でおおよそ31センチっていうところですかね。この状態で使う場合はマジックキーボードとほぼほぼ同じフットプリントなのかなと思います。はい、ちなみに開封は省いてしまいますが、今回同時に送っていただいたこちらがユニバーサルモデルです。この状態で PC 用のキーボードとトラックパッドとしても使えますし、これ11インチの iPad ですけど、11インチの iPad を立てかけることができたり、その他マウス対応はしてないですけど iPhone のキーボードにできたりもします。キーボードのサイズがですね、おそらくこれ11インチ用と同じサイズだと思うんですけれども、 12.9 インチの方が広くて使いやすそうではありますね。はい、では長々とケースについてお話ししましたが、実際にこのキーボード部分使ってみましょうか。まず電源なんですけど、電源がですね、こう iPad を開いた状態でオンになるみたいです。自動的に iPad が覆いかぶさるとオフになるような、そんな自動的なオンオフがついています。でこのファンクションボタンをね、押しっぱなしにすることによって四角で囲われている部分のキーが効くようになるので、ファンクションプラス Bluetooth の 1,2,3 のどれかという感じですね、を押してあげるとペアリングモードになります。はい、ということで1チャンネル目に iPad Pro とのペアリングが完了しました。割と直感的に使い始めることができるなというのが今のところの印象ですね。でこのモデルに関しては iPad 用なので、初期状態でね iPad モードになっていたんですけど、もし仮に Bluetooth 2,3 に他の OS を割り当てた場合は、ファンクションと F12OS ボタンを押すことで iPad 用のキーボードケースではあるんですけど、 Bluetooth の2番にね MacBook をつなげておいてそのまま操作したりだとか、これに関しては Bluetooth キーボードの強みですよね。マジックキーボードではできないです。はい、それではトラックパッドを使ってみましょうか。このまま使えるんですかね。恐る恐る。おお、これはすごい、結構スムーズですよ。いや、すごいな。そしてなかなか指の追従がいいっていう、これかなりすごいんじゃないですか。どういう仕組みなんだろう。で説明書によると、このキー全体がタッチエリアだから、こんな感じでどこまでも行けてしまうという、トラックパッドの可動範囲としては純正よりもはるかに広いという感じですね。で、初期設定では右利きモードになっていて、基本的には右半分で操作が事足りるような範囲になっていますね。で、そこから左へ溢れてしまった場合も反応してくれるよというモード。左利きモードにすることもできて、どちらの手でね、普段トラックパッドを動かしているかによって切り替えることができます。あとはですね、ファンクションボタンを使うことで音量の上げ下げ、ミュートですかね。ミュートが効いてるのかな、これ。ちょっとミュートボタンは効いてないっぽいですけどね。iPadOS が一発ミュートに対応していないってことなんですかね。はい、こんな感じで操作することができます。マジックキーボードにはねファンクションボタンがついていないので、これはありがたいですね。もしかしたら私が画面収録中なせいかもしれないですけど、ちょっとねファンクションボタンは効かないものもあったりなかったりですね。でキートップ上をクリックしてあげてもタップ判定になりますし、この赤いボタンもクリックボタンですね。ちなみにファンクション赤いボタンで右クリック、押しっぱなしでカーソル移動することでドラッグ。私基本的に iPadのキーボードめちゃめちゃ好きなんですけど、 iPadOS のキーボードの仕様で一番ちょっとなと思うのがドラッグなんですよね。画面上でね長押しタップしてあげるか、もしくはマジックキーボードについているトラックパッドで押し込みながら移動という感じで若干やりづらいんですよね。ドラッグの動作に関してはこの物理ボタンがあってくれるのは非常にありがたいですね。手を離しても大丈夫。はい、では続いてジェスチャーの方をチェックしていきましょう。このトラックパッドね、カーソル移動はもちろんなんですけど、ジェスチャーにも対応しているんですよ。 OS によって変わってくるんですけれども、 iPadOS の場合は2本指スワイプでスクロールですね。縦方向にも対応していますし、はい、横方向のスクロールもできるみたいです。さすがにマジックトラックパッド並みとは言えないですけど、サードパーティー製にしてはなかなか反応もいいんじゃないかなと思います。ただね、ちょっと判定が厳しいかなっていう感じですね。たまに効かなかったりもしますが、概ね一回反応してしまえばスムーズに動きますけども、初手でね反応しないパターンもあります。で3本指横スワイプで1つ前のアプリに戻る、3本指下スワイプでホームに戻る、これに関してもあんまり反応良くないかなっていう感じです。 iPad の画面上でやったりだとか、ショートカットキーを使った方が早いのかなと。ただ個人的にはこの2本指のスクロールだけでもねできてくれると、サードパーティー製はかなりありがたいなという印象です。 iPadOS って普通のマウスとかをつなぐとかなりスクロールがやりづらいので、想像よりもはるかに実用的なトラックパッドがついている印象です。ちなみに2本指タップで右クリックにも対応していますね。人差し指タップでクリックすることができて、2本指タップで右クリックをすることができて、上下それから横方向のスクロールを2本指でできる。これだけあればもうトラックパッドとしての役割は8割9割ぐらい私の中では果たしてくれているのかなという印象ですね。ただ気になったのが、ホーム画面をね切り替える時の横スクロールは若干甘いかなという印象です。行き過ぎてしまったりだとか、なかなか遷移してくれなかったりと、結構難しい印象ですね。これはね画面スワイプだったりだとか、ファンクション矢印キーの方がやりやすいのかなという感じです。はい、続いてはタイピングをしていきましょう。
まあ、キーボードはねそんなに問題がある製品って少ないと思うんですけど、配列がね US のみっていうのがちょっとネックにはなるかなと。ただねキーボードめちゃめちゃいいですよ、これすごく打ちやすいです。このキーボードがですね、なんとまさかの静電容量無接点方式らしいんですよね。私キーボードガチ勢ではないのでそこまで詳しくは語れないんですけど、ちょっとお高いキーボードについているような方式を採用しているらしいんですよ。結構ね iPad 用のサードパーティー製のキーボードってペコペコしていたりだとか、ちょっとね場所によって引っかかりがあったりだとかするんですけど、もうキートップの見た目からしてもかなり精巧に作られていますし、打鍵感もどこかだけ違うということは全くなくて、もちろん人それぞれ好みはあると思うんですけど、単純にキーボードとしてのクオリティで言ったらこっちの方が上なのかなと個人的には思います。 iPad のマジックキーボードもねこの薄さとしては考えられないぐらい打ち心地がいいんですけれども、モキボのキーボードは厚みこそ iPad のキーボードの 1.5 倍ぐらいですかねはあるんですけど、ストロークの深さだったりだとか打った後の指への衝撃とかですね、そのあたりも非常に心地よくてですね、長時間打っても疲れないちょっといいノートパソコンのキーボードみたいなイメージですね。私が持っているラップトップで言うと MacBook Pro 14インチみたいなそんな感じですね。クオリティは相当高いと思います。キートップがトラックパッドになるというかなり色物キーボードではあるんですけど、単純にキーボードとしてのクオリティが高いっていうのは個人的にかなり驚きですね。これはね私基本的にイジスキーボードユーザーなので、まあ、メイン使いできるかどうかっていうのはわからないんですけれども、 US キーボードを普段から使っている人だったらめちゃめちゃおすすめできるんじゃないかなと思います。ちなみにファンクションとキャップスロックを押すことでトラックパッドを効かなくすることもできるので、トラックパッドがいらないよっていう人は普通にキーボードだけで使うこともできます。仮にトラックパッドが付いていないとしてもキーボードだけでね iPad 用のものとしておすすめできるんじゃないかなっていうぐらい個人的には好きなキーボードですね。はい、ということでファーストインプレッション的にはかなり良好だったので、しばらくねこちらのキーボードを使ってみようと思います。今日一日こちらを使用してみて改めていいところ悪いところをお知らせできればなと思っております。ということでですね、だいたい3時間から4時間ぐらいこちらをいろいろな使い方で試してみました。前半の方でもメリットデメリット交えながらお伝えしたんですけれども、使っていく中で改めて思ったところと新たに感じた部分っていうのを順番にお伝えしていこうと思います。まずは良かった点からですね、一つは繰り返しにはなるんですけど、キーボードの打ち心地がめちゃめちゃいいです。ただ個人的にはこの何にでも使えるユニバーサルモデルよりも 12.9 インチ iPad 用のね幅広のモデルの方が使いやすかったので、この 12.9 インチ用のサイズ感でユニバーサルモデルが発売されればメインのキーボードとして導入したいぐらいには気に入りました。ユニバーサルモデルに関しては基本的には持ち運びを想定しているので、かなり薄型軽量に設計されているんですね。なのでカバンの中に入れて持ち運ぶキーボードとしては抜群なんですけれども、どうしても比較してしまうと手狭感は否めないのかなといったところです。ただこの 12.9 インチに関してはキーボードとしてかなり気に入りました。実配列で 12.9 インチサイズのこのユニバーサルモデル出てほしいですね。他にもですね、前半では全く気づいていなかったこのフュージョンキーボードの最強の利点があるんですけど、このフュージョンキーボード生活防水がついているんですよ。これかなり熱いと思うんですけれども、キーボードに生活防水がついています。なのでさすがにねお風呂の中にダイブさせてしまったらアウトだと思うんですけど、ちょっと水をこぼしてしまったりとか、若干ねカバンの中で雨に濡れてしまったとか、そういうシーンでもある程度対応してくれるんじゃないかなと思います。まあ、ただここに関して非常に残念なのが iPad 本体が耐水じゃないんですよね。まあ、とはいえねキーボードが耐水仕様であることにマイナスな部分っていうのは一切ないと思うので、これはねすごくありがたい仕様なんじゃないかなと思います。キーボードばかり褒めてきましたけれども、ポインティングデバイスですね、トラックパッドとしての利点というのもすごく大きいなという部分があって、この場所から一切手を動かすことなくそのままポインティングデバイスとして使うことができるんですよね。外付けのマウスとか、これはトラックボールですけど、こういったものを使っている場合はこうカチャカチャと打っていて、ちょっとねカーソル移動させたいなと思ったらこう手を動かす必要がありますよね。ラップトップを極めている人でもこうなんじゃないかなと思います。例えばテンキーレスのキーボードが好まれる理由っていうのが、マウスまでの移動距離が少ないからなんですよね。この移動の煩わしさっていうのを極限まで排除した結果が、もうキートップをトラックパッドにしちゃおうっていう考えなんじゃないかなと思います。実際にこれめちゃめちゃ便利です。私 YouTube の台本を書いたりだとか、結構ね長文をずっと何時間もタイピングしていることが多いんですけれども、そういう時でもちょっと調べ物をしたい場合はカーソル移動がつきものなんですよ。なので長時間ねタイピングをする場合って、私こういうマウスよりもトラックパッドを使うことが多いんですけど、それでも
もこうがっつりタイピングをしている最中にこう起きてこうっていうのは若干めんどくさいんですよね。 iPad だったらタッチディスプレイなのでこう直接スワイプすることができたりして、まあ、ちょっとは楽なんですけど、それでもね一旦手が離れてしまうっていうのは何度も何度もやっているとかなりめんどくさいんですよね。それが一切ないという部分でこのフュージョンキーボードのキートップにトラックパッドをつけてしまうというのは小スペースを突き詰めた結果なのかなって私は思っていたんですけど、むしろ一番はこのタイピングしている状態でそのままポインティングができてしまうというそういうところなんじゃないかなと個人的には思っております。ちなみに使っていてですね思い出したのはシンクパッドですね。私前職の会社でシンクパッドを使っていたんですけど、シンクパッドって真ん中にこの赤ポチのポインターがついてるんですよね。あの赤ポチもね現行で使われ続けているので、ここから手を動かしたくないっていうのは一定の需要があるのかなと思いましたね。はい、メリットの最後になるんですけれども値段の部分ですね、まあ、これはね iPad 用のアクセサリーにどこまで重きを置くかっていう人それぞれの部分があると思うんですけど、個人的にはフュージョンキーボードの価格はこのクオリティにしては相当安いと思います。一番安いのがこのユニバーサルモデルで 15,000 円ぐらいですね。高くても 12.9 インチ用が 18,700 円ということで、まあ、15,000 円から2万円が安いかって言われると値段としては高いんですけど、ただめちゃめちゃ打ちやすい静電容量無接点方式のキーボードがついていて、さらに謎にそのキートップがトラックパッドになってしまうという、誤解を恐れずに言うとガジェットオタク向けの製品なんですよ。にしては価格が相当抑えられているような印象を私は受けました。まあ、値段が値段ということもあってですね、今日実際に触るまではまあちょっと色物扱いっていうか申し訳ないんですけど、まあまあ値段なりのものなんだろうなと思っていたんですが、そんなことはなく相当お買い得だなというのが正直なところです。はい、最後に気になる点を挙げて終わろうと思うんですけども、まあ、前半でも言った通り純正のトラックパッドのような感覚を求めるとそこには及んでいないのかなといった感じです。タップの感度とかスクロールの精度に関してはほぼ問題ないのかなと思うんですけれども、2本指のスクロールとか右クリックまでっていう感じですかね。指3本以上になってくると反応はかなり弱くなってくるのかなっていうのが正直なところです。あと一つがですね、もうこれは使用上仕方がない、どうしてもそうなっちゃうよねっていう部分なんですけれども、基本的にはタイピングがしたいのかトラックパッドを使いたいのかっていうのは自動的に判断してくれて、その精度はかなりいいんですが、使っていく中でどうしても誤判定することはあります。タイピングをしている最中であってもちょっとね手が離れた判定になってしまったのか、次のタイプがクリック判定になってしまったりだとか、そういうことが何度かありましたね。まあここはしょうがない部分なのかなとも思うし、多分これ以上感度を下げてしまうと本当にねあの3本指のジェスチャーとかが一切効かなくなってしまうギリギリのところなのかななんて思っていますけど、まあ、誤判定は頻繁にとは言わないですけど普通にあります。これもねもしアップデートできるんであれば赤ボタンのクリックだけを有効にしてキーボード上でのタップを無効にするような、そんな設定があればいいのかなと思いました。はい、最後にですね気になる部分というか要望なんですけれども、 JIS 配列があったら嬉しいなとは思います。もうこれはね日本が特殊なだけなのでまあ何とも言えないんですけど、量販店で買えるキーボードとかノートパソコンもほとんどが JIS 配列なので US キーボードに移行しようかなって何度も思ったりはするんですけれども、意外と面倒だったりするんですよね。なのでこの動画で皆さんがフュージョンキーボードをめちゃめちゃ買ってくれて、日本でめっちゃ売れるじゃんってなって JIS キーボード新発売みたいになってくれる流れを期待しております。はい、ということで今回はモキボのフュージョンキーボードですね、 iPad 用のものとユニバーサルモデルをレビューしていきました。久しぶりに iPad キーボードの動画でですね私も楽しくやらせていただきました。私が見逃していただけなのかもしれないですけど、最近ねあんまり iPad キーボードでテンションの上がるものがなかったんですよ。なので久しぶりにワクワクを感じる iPad キーボードだったなというところですね。概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ガジェット好きな方、iPad 好きな方、ぜひ試してみてください。はい、というわけで以上となります。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは他にも iPad グッズのお話をよくしておりますので、他の動画も良ければチェックしてみてください。それと今回の動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録やグッドボタンで応援のほどよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。めるるーさまるおかでした。バイバイ。